新しいレイクマスター CTT です。自重 95g、 軽量コンパクト設計、そしてハイパーモーター搭載、自動棚停止機能、そして縦型スプール、基本性能はそのまま継続しつつ新たな新機能が追加されております。それは表情モードです。船べり停止の手前で巻き上げスピードが超スローに切り替えることができます。特に穴釣りですね、氷上の釣りの時に氷のエッジですね、そこに巻き上げた時に針が引っかかるトラブルがよくあります。そんな時にですね、この氷上モードを使いますと超スローに巻き上げていくことによって針がかりをもともと少なくすることもできますし、万が一引っかかった場合もですね、テンションが軽い状態で引っかかりますので重りをこう下げるだけで簡単に針が外れるような機能です。超スローに切り替える位置ですが、氷の厚さや船べりの位置に応じまして切り替えることができます。50センチ、1メートル、1.5 メートル、最大2メートルまで段階的に変更が簡単にできます。その他に追加された機能としまして、今まで6段変速だったんですけども、超スロー巻き上げの L 速というのが追加になりまして、7段変速に変更になっております。 L 速を追加したことにより超スローな巻き上げができますので、朝がかりの時などはバレーを防ぐことができます。その他スプールのですね、内側のカバースプールカバーですね、これを延長して覆うような形になっておりますので糸絡みを激減することができます。表情モードの設定方法です。電源オンの状態でまずオンオフスイッチ、これを6秒間長押しします。3秒押した時点で一度カウンターは消えますけども、さらに押し続けます。そうしますと表情モードの設定画面になります。今現在エッジオフとなっております。表情モードがオフですから切れている状態です。これをオンにする場合、オンオフボタンを押すごとにエッジ 0.5、エッジ 1.0、エッジ 1.5、エッジ 2.0、そしてオフ、このように切り替わっていきます。これエッジ 0.50 となってますけども、これは船べりから50センチ手前で超スローに巻き上げが切り替わる長さです。もう一度押しますと 1.0 ですから1メートル手前で超スローになる表情モードに設定ができます。お好みの設定を選びましたらメモボタンを押して決定させてください。同時に船べりアラームオンオフの設定に切り替わります。船べりアラームはオンオフボタン、これを押すことによってオンオフ切り替えができますのでお好みで選んでください。選びましたらメモボタンを押して決定してください。はい、画面の下の方に小さな U の字のようなマークが出ます。これが出てますと表情モード設定完了です。